亀井ここだて6月21日から1992年1月21日は日本の実業家、白爵、旧ツアーの藩主亀井屋第15代当主、元東北開発株式会社総裁。父は白爵、亀井手月根、政治家の亀井久美は三男、亀井明子は孫、東京都三鷹市に居住した。趣味は絵画、俳句、宗教は神道。 実業家の横山正勝とは、中学の同窓、高等学校で、同級生だった。墓所は、島根県津和野町の亀池墓所にあり、法号は、悟藤誠院伝主伊佐をここだて大小児と送られた。東京帝大法学部在学中に石っ家族事件で、検挙されるも2ヶ月以内に、転校の意思を示したことにより起訴されず釈放される。亀屋第16代当主。 昭和天皇に、東宮自重として使えた祖父の日記を、実録のために、貸し出し週刊朝日、2014.10、10AB 亀井主月根、ね、人事更新録。第12版上、亀四古館、一般社団法人やマグ県観光連盟、出雲国山城郎や横山家家計保育交渉、553ページ新幹事の、ご挨拶、亀井綴明学習院同窓会昭南王誘会 解放19号、新日本人物体感化、503ページ、出雲国や城じや横山家家系保育交渉604ページ、昭和史の大河を行く、第6週家族たちの昭和史、保坂正康211、213ページ、ありがとうございます。